いいですか、じいさん。ブラッシングは気持ちいいですか。だけ毛が薄くなっちゃうかもしれない。左右非対称。でもそうだね、反対側向いてくれないとそこの面しか取れないね。いいんだよね、これね。今リラックスタイムだもんね。リラックスのグルーミングタイム。目的はリラックスだもんね。グルーミングは手段だもんね。でも片方だけ細いしちゃうよ。寝ましょうか。